おはようございます。9月14日水曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。今日はね、まあ水曜日ですからね、休まれる漁さんもおられますね。はい、ちょっと寂しいかな。はい、じゃあ見ていきましょう。さすがに今日は少なめですね。こちらはポチと、これは世人ですね。キビレ、はい、天台もとりあえず少しはありそうですけどね、ちょっと少ないですね。ひげ剃りですね。はい、競り場ですが、綺麗なね。はい、こんな感じで、ちょっと寂しいですね、やっぱね。タコはね、ぼちぼちあるんですけど、ちょっとやっぱ小さいですよね、サイズがね。天台ヘダイはね、結構上がってますね。またまた向け取れたんでしょうね。結構な数が上がってます。いいね、これ今日他が少ないから、ちょっとヘダイは狙ってみたいですね。はい、送りの2ですが、一応ね、下関入線はあったんですが、そうですね、まあ、他福岡とかね、広島やらお休みなのかな、まあ、ちょっと少なめですね。鳥取のアナゴですね、鮮度は良さそうですね。これ総菜で使いましょうか。トビウオ、今トビウオどっから入るよ。鹿児島です。あ、鹿児島か。はい、今日は鳥取から味が少しだけ、本当に味が少ないですよね今。おおぼう、明太ですね。鎧たちを、ガニが、おお、アイワンガザミですね、オスです。綺麗なね、真っ青。これがね、結構
取れてますね。まとまって。この台湾ガザミはね、あの渡りよりね、ちょっとだけ早いんですよね。身入りが良くなるのがね。まあおそらくこのオスも結構身は入ってるんじゃないでしょうかね。はい。こんな感じで。今日はね、半分も埋まってないですね。水曜だね、少ないね。そうなん。これは綺麗に並んでますね。当たりガニ。よう整列してます。マイルでしょうね、雨が少しだけ。締めの天台ですね。これいいですね。この2番目がいいですね。めっちゃ超えてます、はい。少しねイカシモン出てきたんですけどね。あ、大きいねこのヒゲ剃りは。これは出た。これいいね。ですけど、あ、ヒゲ剃り今日タイはない。あるん、何枚余計2枚ここに入れたの。あ、じゃあ次全部じゃない。あ、これもいいな。これもでかいですね。大きいのがいいね、ヒゲ剃りはね。これは胡椒台かな。これ胡椒台ですね。はい、タイがね、わずかに出てきましたけど、まあでかいね、これあー、よう超えてますよね、レッコでもね。ちょっと扱いにくいかな、今日はまだこちらの方がいいですね。あ、でもね、
今日はタイがこれぐらいしかいないんでね、割と値がするんじゃないでしょうかね。あーでか。はい、競り始まります。まあ今日はねゆっくり構えて狙ってみたいと思います。少ないですからね、魚屋さんもいませんね魚屋がおらん3号、3号、7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 号、
はい、大きなタイをねやってしまいました。安住でゲットできましたね。ウエストリーが2枚 OK。 こっちで山地が、こっちで山地が2号、2号7度からが2、3、2号7度からが2、2号2、3、2号7度からが1、8、2号7度からが1、6、7、0、9、7、7、6、7、0、9、7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 、
かわいいね。みんなこっち見よるじゃん。見ないで。はい、まあぼちぼちですけどね、少ない割には写真もねしっかりゲットできましたしね、よかったんじゃないでしょうか。よし、でか現物がどれでもか、これでもかがありたい、センナーどからかいちゃい、センナーどからかいちご、仕事はどからかいちさん、センナーどからかいちのせい、800円はあれば、800円で下がり1番が1個ねえよ、1個1個1個下がり2番がどからかいちまい、周りはどからかいちまい、はい、ハギピンが来ましたね。おはようてちゃん、なかったろうね今日も。ナイスナイスね、散髪がさ、しょうがないね。5000円が1円あるやん、今日もハギはちょっと少なめですね。寂しいな。はい、セリはねもうすぐ終わりそうですけどね、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日水揚げはねやっぱりヤスマイルレオさんがおられましたんでね、少なめっていう感じでしたね。まあでもね明日はまた多いんじゃないかなっていうふうに予想してます。ということでね、とりあえず今日はねあるだけで頑張ってみたいと思います。はい、じゃあ週の真ん中水曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃあね戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げは少なかったですね。まあ水曜日ですからね、休める漁師さんがねほとんどっていう感じでしたけどね、まあ明日はねまたそれなりにあるんじゃないでしょうかね。そんな感じなんですが、はい、今日はねちょっとまあイカシモンも少なかったんですけどね、あ、思わずねちょっと大きめの鯛をね買ってしまいましたね、弾みで。まあでもねなかなかいい個体してましたんでね、楽しみは楽しみです。はい、今日もねしっかり作っていきたいと思います。はい、週ってはい、週の真ん中水曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、お店到着です。今日はいい天気ですね。はい、やる気が出ます。今日もしっかり作っていきたいと思います。あ、色褪せてきた。はい、おはようございます。よっしゃ、おはようございます。おはようございます。キモい。足がいっぱい出てますけど。はい、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。食べ物食べ物やったね。はい、今日の天然で、はい、目方してみましょう。あー、 5.08、 まあ5キロ超えですね、いいタイです。はい、さあバラしていきましょう。
1kg 天然ダイ刺身にしていきたいと思います。ビビリめっちゃ生きてます。すごいよねこの川肌の脂、美味しいと思いますよ。はい、天台のお刺身完成です。思わず買ってしまった天然台、よかったですね。ほんのりね、川肌にはもうしっかりね、ほんのりなんかしっかりなんか言おうかなんですけど油乗ってます。これはうまいでしょ。ビリビリです。ビリビリのビアンビアン、はい、よかったです。大根だろう、ヘルシーだ。
今日は9月の14日水曜日です。今日もおばちゃんいるよ、ここに。じゃあ今日も頑張りましょう。さっきね、
あの野内くんが焼いてくれた本ガツオ、ちょっと美味しみたいよ。すごい脂が七光で。七光じゃないよ。あ、七光は親じゃない。なんて言うの、あれ、光ちょっと虹色に、レインボーに七光じゃない。それいいんじゃない、それで食べて。いただきます。美味しいらしいよ。いいの、大きい本もらって、うん、オイル。自分だけ削っとき。おばあちゃん、見て、すごいおすすめの鯛があるんだって。これだろ、あのでかいやつの。これこちらの天然鯛のお母ちゃんが来てくれたので、青山さんが
ローソン行ったんで、2人で。このまま行った、本当に。これで入ったよ、ローソンに。みんな見てた。ね、配達と荒らしてこれで行ったね。すげえ見られよったね。マナー守ってたから。食べよっか。今日は、紹介したらいいね、ローソン。はい、今日は。これ一番最初に。食べたかった。うん、枝豆チップスが食べたかった。もう一押しだったね、うん、ちょっとね、控えめ2684、もう一個買えたな。青山さんに頼まれたプレミアムロールケーキ食べたかった。あ、同じようだ。これはもう聞くよ。あ、今ね動画撮るようによ。この隅っこで、あ、かわいそうか。あ、あの中で食べたらいいのか。社長がおるけど、あ、二人が一緒。いいよ。これ何？生ガトーショコラ。はい。もちりとした白タイヤ、これ美味しいよね。カスタード。二人、私の好きな納豆巻き。これが食べたかった。これ美味しそうだった。親子丼、鮭、ハラミのおにぎりとイクラ漬け、イクラ醤油漬けおにぎり。あれ、チキンカツにした？うん、こっちにした。メンチカツじゃなくてね。あ、メンチカツじゃなかった。本当よね、私メンチカツってずっと思うちゃった。これチキンカツなんじゃ。メンチもあった？いや、わかんない。メンチカツって言うけど、メンチカツの麺になっちゃうね。しかも30秒しかしてない、60秒とかしてもう大丈夫ね。食べよ。ではお席に着きましょう。なんかしゃーまず味だって。では食べよう。出てくるね。はい、お願いします。これ飲みたい。はい、これチェリオの新しく新登場のところにあったよ。新発売のマザーチね。見した？見した。紹介した？見て、この見える具合。今日もお疲れ。パンだよ。でも匂い、匂い、ここで
また明日。
これ食物繊維がいっぱい。うん、もう戻るやつやな。ちょっと CM 入りました。ちょっとコメント今見てもらいますね。昨日ちょっと見てないんで、はい、すいません。竹山さん、今日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう頑張っていきました。よいしょ、お待ちください。時間的に山さん、仕入れお疲れ様です。関東に比べ西日本の魚は肩が大きい感じがしますね。山口県産の大きな赤貝の時期が来るのがとても待ち遠しいです、うん、赤貝ってあれなんだよね、うん、あのにぎりを食べたね。人間の血と一緒のやつ。あ、ほんと十歳もね。大谷さん、小川ちゃんの元気印コンビは職場を明るく楽しくしてとてもいい雰囲気。やあ、あ、トヨタさん、うん、小アジはそうやればいいんですね。ほんと勉強になります。釣りをするのでいろんな魚のさばき方を覚えれて助かります。はい、そもそも磯のペンペンで見つけた青山さんですし、いい学校を回ってますな。今日はお買い物できてよかったです、うん、家族、あ、来てくれちゃった昨日ね。来てくれたみたい。家族みんなでいただきました。お寿司とお刺身、タイのフライがうめえのな。また買いに行きます。ありがとうございました。福田さん、さすが小物さばきの大谷さん、早かね、おかずたくさんで嬉しいねと思ったら今日はクイーンランニングで体の調子でもあら、昨日食べてないかいね。あんまり食べてないよね。前に比べたら全然食べなくて痩せたもんだもん。モデルや。水ね、毎日2リットル、ね、2リットル。徳永さん、こんにちは、お疲れ様です。青山社長、今日は最良でしたね。ヒゲ処理台まだ染めた小物どっさり。大谷ちゃんさん、またいつ見てもナイス。小川ちゃん、いらっしゃいました。ありがとうございます。あ、これ美味しい。
もう眠い日やろ、適当。眠くないよ、今寝たら夜寝れんでしょ。寝れる。めっちゃ映っちゃった扇風機がダメじゃん。これね、アマゾンで買った2280円でございます。あら、ちょっとこのぐらいだね、買ったみたいな確か。どういうこと？どういうこと？終わり、終わる。もう半切れじゃん。半切れ。
ハハハハ。